ウーバーワールドのライブステージに山田孝之。6月6日日曜日に結成21周年を迎えたウーバーワールドが本日12日土曜日から神奈川横浜アリーナで有観客でのライブを開催している。全公演でセットリストが変わるという本公演の1公演目となる昼公演は、序盤からタッチオフ、プレイングランといった熱量の高いライブ定番曲を展開。また久々に披露されたレンジでは、事前にアプリを使用してファンから集めたコーラスを使用し、声が出せない公演の中、会場に大合唱が起こるというなんとも彼ららしい演出も見られた。そしてライブ中盤では、昨年よりライブでたびたび披露され、彼らと20年来の親交のあるミュージシャン I am from 徳川 EQ と共に歌ってきた木島号を披露。以前よりもう一人コラボするボーカリストがいることを明言していたが、本楽曲だが今日完成型を披露すると、サプライズとして3人目のボーカル、俳優の山田孝之を呼び込むと、会場のファンは驚きの表情を見せつつも大きな拍手で迎え入れた。木島号のリリースについては近日発表される。